はい、えー。バンガロール日本語教師会の皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、Google Classroom ですね。学習管理システムの Google Classroom の使い方の、えー、3つ目の、3週目のビデオですね。で、今回は、えー、このクラスワークの中の、えー、アサインメント。アサインメントについてご紹介をしたいと思います。で、えっ、ー、とですね、アサインメントは、その、 ファイルの共有の仕方が3つあるということと、それからルーブリックというのがありますね。それを合わせて4つ、4つのことについて説明したいと思います。はい。まず、そのアサインメントを作るのはここからです。このクラスルーム、クラスワークに行って、クリエイトに行って、そしてアサインメントを押しますね。そうすると、もう実は3つ作ってあるので、ちょっとそれをご紹介してみたいと思うんですが、えっ、ー、と、 はじめは、えっ、ー、とですね、あの、スチューデントキャン、View the File。こういうタイプのものです、えー。これは、あの、添付のドキュメントを読んでくださいという、これだけ、読むだけの、えー、あの、課題にはこれがいいですね。で、今回の例では、このベンガルールの美味しいインド屋さんを日本語で紹介しようという、そういうプロジェクトワーク、 それを例にして説明したいと思いますが、最初にこのプロジェクトワークの説明としてドキュメントを読んでもらうわけですね。どんなドキュメントかっていうと、ここに書いてありますが、もうとても簡単な例ですね。プロジェクト、ベンガルールの美味しいインド料理屋さんのリストを日本語で作るプロジェクトについて、一番、まず担当を決めます。 誰がどの料理店を紹介するか考えましょう。次に自分が担当した料理店について日本語で紹介する文を書きますと書いてあります。もうこれはただこれを読めばいいだけですから、えー、ファイルの共有の方法としては students can view the file というふうにすればいいわけですね。えー、こういうあのファイルをつ、あのー、つけるにはこのプラスです。 このプラスのボタンを押して、このドキュメントを押せばいいです。もちろんドキュメントの他にスライドでも、Google シートでも、ドローウィングでも、フォームズでも大丈夫です。ここではこのドキュメントを押して、えー、こういうファイルを作りました。はい。えー、それでは最初の、えー、4つあるうちの1つ目のポイント、えー、とドキュメントの、えー、ファイルを、えー View the file. Students can view the file. つまり見るだけで書いたりはできないというそういうパターンの共有の方法についてご説明しました。はい、1本目のビデオはここまでです。